シリーズ映画で、一本だけ、どれかっていうのをお教えしている。保育園的映画生活、この一本、今日のテーマはマーベルです。マーベルは、まあ、世界一、あの、ビジネスとして成功を収めているシリーズと言っても過言ではないと思います。まず、この、全米歴代興行収入、これ、今今です、9月8日現在の。 ご覧いただくと赤で書いてあるこのベスト10の中の5本がマーベルですねもともとアメリカの「少年ジャンプ」とか「少年マガジン」という同じコミック誌の名前なのでまずアメリカのコミックアメコミのまあを俯瞰した話から始めたいと思うんですがアメコミのルーツというのはあのアメリカの19世紀からもうカラーになっていた新聞の日曜版の漫画。 1934年にですねアメリカのある新聞社がその新聞の日曜版のカラー漫画をタブロイド版の新聞の半分のサイズ に中閉じで64ページの体裁でこれ実は今のアメコミのフォーマットなんですけどまとめて出したところすごく売れたのでこれはいけるんじゃないかということで当時パルプマガジンといって大人向けのかなりどぎつい挿絵のついた犯罪ものメロドラマ売れてたのでそれのコミック版を出したらいいんじゃないかということでニューヨークの起業家のマルコム・ウィーラー・ニコルソンという人がですね年に ディィテテククテブコミックス、まあ、探偵漫画というタイトルのこれが後の DC コミックなんですけどこれがまあアメコミのフォーマットのもう今に続く始まりと言われてますでこのディテクティブコミックスというのは1938年だから昭和13年ですかまだ第二次世界大戦の前に。 スーパーマンそれから翌年1939年にバットマン40年にフラッシュグリーンランタン41年にワンダーウーマンアクアマンともう戦前のうちにもうヒーローを連発して、えー、すごい人気を博しています1937年からわずか1年半の間にアメリカでは150のアメコミ氏が創刊されたそうですでその150氏の中の一つにニューヨークの出版経営者のマーティン・グッドマンという人がわずか26歳のジョー・サイモンという編集者を編集長に据えて タイムリーコミック1937年に創刊してこれが後のマーベルになるんですけど漫画家のジャック・カービーという人がですねアメリカのひ弱な若者が政府の秘密機関にまあ,あの増強剤筋肉増強剤を打たれてものすごい体になってで兵士として活躍する「キャプテンアメリカ」っていう漫画を出したらすごく受けて大人気になってこのタイムリーコミックも軌道、えー、に乗ったそうです。ところがこう1950年代の半ばに あの民主党のエステス・キー・フォーバーっていう上院議員が大,大統領候補になってお母さんたちにこびるためにこのアメコミはけしからんと暴力描写とか性描写がひどいというので紛争運動を起こしてまあ片っ端からそのアメコミを焼こうとでしかもまあテレビが台頭してきたこともあってアメコミの人気に影がさして1954年から55年までの1年間で売り上げ半分になっちゃったんですってこれ売り上げが漫画で半分ってすごいことだと思うんですけどね。 でこの苦難の時に実は最初に立ち直ったのが「タイムリーコミック」「キャプテンアメリカ」だってったキャタイムリーコミックで「タイムリーコミック」は1957年にマーベルって名前を変えマーティング・ッドマンのいとこにあたるスタンリーという人が編集者になってこのスタンリーがですねさっき言った「あのキャプテンアメリカ」を変えたジャック・カービーという漫画家と組んで1961年に「ファンタスティック4」62年に「えー、ハルク」。 それから同じ62年に、えー「マイティ・ソーそれから「アントマン」63年に「アイアンマン」えー、それから「X」メンそれから66年に「ブラック・パンサー」それから別のもう一人のスティーブ・ディッコーっていう漫画家と組んで62年に「スパイダーマン」63年に「ドクター・ストレンジ」さらには「ハルクとソウ」と「アントマンとアイアンマン」をまとめた「アベンチャーズ」というまあチームを作ってこの漫画も出してでこれがことごとく大ヒットしていきました。 実は DC コミックスの方の主人公たち例えばスーパーマンはメトロポリスバットマンはゴッサムシティというふうに。 架空の街に住んでいる設定だったんですけどマーベルの方の主人公たちは全員ニューヨークっていうリアルなでしかも例えば恋愛とか貧困とか学生運動とか当時若者が抱えていた悩みをそのまま共有しているような主人公たちだったので,で若者たちにものすごく支持を受けてでこの時 DC の編集者っていうのはみんなあの背広にネクタイ だだったんだけどマーベルの方の編集者たちは長髪にジーンズっていう非常にヒッピーっぽい格好をしていてそういう意味でも非常に若者にまあフィットしたうまくいったのが60年代のマーベルです。で DC と相当差をつけたそうですこの時に実は1998年に倒産してしまいますマーベルは一度。残っていたアイアンマーをはじめとする10作品の映画化を条件にメリル・リンチから大金をもらって。 でケビン・ファイギというこれも有名なプロデューサーですけどケビン・ファイギをプロデューサーに迎えて2008年にアイアインンマンを映画化しますでこの「アイアンマンが」が、まあ、今となってはこれ史上82位の3.19億ドルですけども当時大ヒットして大成功を収めたのでこれはいけるんじゃないかということでディズニーが買収したんですねあのマーベルを。で買収してから快進撃が始まって。 マーベルの特徴というのはこのケビン・ファイギという人がすご腕でこのいろんな主人公が出てくるあの話をマーベル・シネマティック・ユニバースマーベル・シネマティック・ユニバース略して MCU と呼ばれる一つの世界観で統一しちゃってんですよ。 えとその中で X メンとスパイダーマンだけは、まあ、ソニー・ピクチャーズの作品だったのであのマーベルのシネマティック・ユニバースには含まれてなかったんですけども2015年にソニー・ピクチャーズとディズニーが提携したおかげで「シビルウォーキャプテン・アメリカ」という、えー、作品からスパイダーマンが参戦してきてでこの時は映画館で歓声が上がったそうですね。 実はこのマーベルの人たち、まあ、主人公例えばこのアイアンマンっていうのは、えー、武器会社の社長のトニー・スタークという人がパワードスーツを着た、ね、中身はただの中年のおっさんですしキャプテン・アメリカはさっき言ったようにその第二次世界大戦の時に筋肉増強剤みたいなので筋骨隆々とした体にさせられてその後南極で70年間眠っていて現代によ,びよみがえったという元兵士ですしいろいろスペックも あの出てくる世界もバラバララなんですね中でも一番突飛なのが北欧の神様マイティー・ソーなんですけどもまあ普通の人間の例えばブラック・ウィドとか、えー、キャプテン・アメリカとかこのアイアンマンの中に一人神様がいるんですねもう。ってみんな大思いでしょうけど、えー、実はこの北欧の神様のマイティー・ソーというのは。 1,000、えー、年前に地球とワームホールでつながったアスガルドっていう星からやってきた王子で当時その科学を使った何かを見せたら北欧の人たちがみんな神様だと思っちゃって神と崇めたっていう意外にロジカルなあの設定になってます。で、えー、現代に現れた時にナタリー・ポートマン扮する女の科学者が、まあ、そのに対してマイティ・ソーがすごい超能力みたいなものを見せて。 お前たちの祖先はこれを魔法と呼んだお前は科学と呼ぶ俺は魔法と科学が等しいところからやってきたってなんかすごくあの感覚的に納得できるようなセリフを言ってでこの神様なのにあのこの世界にうまく入れちゃうという MCU 一時が万事こういうすごいうまいセリフが随所に散りばめられていて割と作品世界を納得するようにできてるんですね。で噂にによると一本本の,の映画 MCU は脚本家が15人いて 恋愛担当、伏線担当、それからギャグ担当とか、あの、分かれているそうです。だからまあ、これだけ知恵と時間をかけて脚本を作ると、まあ、これだけ面白くなるのかなという、あの、気がしますですね。マーベルのと、あの主人公たちというのは、あの dc なんかに比べると明るいんですね。みんな人間的に悩みを持ってるんですけど、その悩みもなんかこう、人間臭く,くて面白く作られてます。 キャプテンアメリカは冷凍冬眠で現代に蘇ってくるんですけどだから70年間吹っ飛んでいるので現代の IT デバイスが全く分かんなくてあのいろんなものを見てもう使いこなせなくてものすごく悩むという設定になってますしアイアンマンのトニー・スタークという人はあのロバート・ダウジュニアが演じているトニー・スタークはすっごいいい加減なやつで酔っ払ってアイアンマンのパワースーツの中でおしっこしちゃったりするシーンがありますしまあマイティー・ソーに至ってはもう後半はもう 地球で怠惰な生活を送っていてデブデブになっちゃってもうアベンジャーズのグループの中でもお笑い担当になってますからそういうなんか笑いギャグみたいなもののこう余裕っていうのもやっぱりマーベルの大きな特徴なんじゃないかと思います。ままあとどのつまり マーベルって何あの DC がバットマンに帰着するあれがバットマンの話であるように、えー、マーベルの話というのはアイアンマンなのでもし1本目1本だけ見るとしたらこの2008年に撮られた今82まで落ちてますけども当時は大ヒットしたこの「アイアンマン」の1作目をご覧になるのが一番いいと思います。 この冒頭の4分間にアイアンマンになるトニー・スタークがアフガニスタンの戦場でひどい目に遭うところが4分かけて描かれているんですけどもこの4分の中にもうマーベルのエッセンスが全部詰まっているのでこの4分見たら多分皆さんあの惹かれたらもうそこから先はアイアンマンどころかアイアンマン1、2、3それからアベンジャーズもう全部見ちゃいますよテクニックから何から全部詰まったすごい面白い映画なので見なきゃ損だって言えると思います。 俺は高校生探偵工藤ウ新一ぐらいのちょっとピザなっていうのがすごくちょっとあの最初のうちは苦手だったんですよ。うんで G、ラブコメじゃなくて爆裂。そうなんですよ。だんだん映画の方は大ハードみたいになってきてますからね。爆発はコナン名物みたいになってますからね。 チャンネル登録をよろしくお願いしますあと高評価とコメントもよろしくお願いします